はい、どうも皆さんこんにちは、二の舞です。さあ今日はこちらの教則本とこちらの教則本、この2冊の違いについてお話ししようと思います。この2冊、まあ、実物ねこちらにあるんですけれども、非常にね表紙がよく似ています。こうやって実物を手に取るとこれ、ね、サイズが違うので、まあ、そこでね結構違いが分かりやすくて判別つきやすいんですけれども、ネットとかで表紙の画像とかだけで見ているとめちゃくちゃね似ているので、もうこの2冊の違いは一体何なんだと、そして一体全体どっちを買えばいいんだと悩んだ方ももしかしたらね結構いるんじゃないかなと思って、この動画撮ることにしました。私この2冊購入して中身じっくりね比較しましたので、今日はこの2冊の違いと果たしてどちらを買うべきなのかっていうことについてもお話ししようと思います。ということで早速見てみましょう。はい、でこれでまずねこの2冊の教則本なんですけれども、この大きい方が2018年の3月発売で、この小さい方が2020年の8月発売ということで、こちらね小さい方のがより新しいものになります。言ってみればこのね大きい方の改訂バージョンがこっちの小さい方っていう感じなので、内容はねほとんど同じになっています。どういうことが書かれているかっていうと、まあ、タイトルにね初めてのドラムとか簡単ドラムとかね書いてあることからもわかるように、まあ、言ってみれば、まあ、いわゆる入門書でドラムをねゼロから始めようと思ってる人が、ドラムとはどういう楽器なのかとか、スティックの持ち方はどうすればいいのかとか、8ビートはどうやって叩くのかとか、まあそういったもう初歩中の初歩の知識を学ぶための本になってます。こっちのね小さい方はここにね初心者マーク、初心者マークとともに簡単って書いてあるので、こっちが初心者向けで、こっちはね、まあ、それよりもちょっと上級者向けなのか、みたいな感じに、もしかしたらね、勘違いする方いるかもしれないんですけれども、全然ね、そんなことはなく、ちゃんとね、全ページ確認したんですけれども、ほとんど同じ内容が書かれています。じゃあね、どっちも同じ本なのかっていうと、そうではありません。ほぼほぼ同じではあるんですけれども、明らかに違う点が3つあります。どんなところが違うのか。まず1つ目は、載っている課題曲です。どちらの教則本も、まあ、さっき言ったね入門知識に加えて、まあ、課題曲っていうことで人気アーティストの曲の楽譜が載っているんですけれども、その数が全然違います。大きい方は5曲楽譜がね載っているんですけれども、小さい方はなんと全部で14曲もの楽譜が載っているんです。正確にはこの14曲のうちの9曲が1番だけのね短いバージョンのアレンジになっていて、残りの5曲はフルバージョンで楽譜が載っているんですけれども、まあ、それにしてもですよ、それにしても結構な差があります。しかもねさっきも言ったようにこちらの小さい方はねかなり最近に出た本なので、ヒゲダンのプリテンダーだったり、キングヌーのハグジスだったり、リサのグレンゲのような最新の流行曲がたくさん載っています。まあ、これは特にね、最近流行ってる曲をいろいろ叩いてみたいって思ってる初心者の方には、特にね、嬉しい内容なんじゃないかと思います。ちなみに、この載っている曲っていうのは、もちろんね、その最新の流行曲っていうところももちろんそうなんですけれども、ちゃんとね、初心者向けのテンポがゆっくりな曲が選ばれていますし、楽譜もね、その原曲の通りではなくて、初心者でも叩きやすいように簡単にアレンジされているので、安心でございます。しかも、このちっちゃい方は楽譜がね、誰でも見やすいようにかなり大きく印刷されていますし、のところどころにこのフレーズは跳ねた感じで叩こうとか、このフレーズは右手左手の順番で叩こうとか、叩き方のアドバイスまで載っているので、楽譜がね苦手だって方でも挑戦しやすいと思います。こっちの大きい方の教則本も、まあ、そもそもねこの本のサイズが大きいっていうのもあって、楽譜は全然ね見にくいなんてことはなく、結構大きめで印刷されてはいるんですけれども、まあ、こっちにねあるようなその細かいアドバイスだったりとか手順の解説みたいなものは載っていないので、やっぱりねこの新しい方はより初心者に優しい作りに改善されてるなっていうふうに思いました。さあ、とまあこんな感じで載っている課題曲の数、そしてその課題曲の楽譜の載せ方がまず一つ目の違いでした。さあ、そして二つ目の違いは動画です。この教則本、どちらも DVD が付いていて、すべてのフレーズを動画でね、見ることができます。しかし、こちらの小さい方の教則本は、DVD に加えて、スマホで見ることができる動画の QR コードまで付いてくるんです。これね、載っている QR コードを読み込むと、YouTube に飛んで、その YouTube で動画をね、見ることができます。まあ、いちいちね、DVD とかをセットするのがめんどくさいっていうね、まさに僕みたいな、めんどくさがりな人間にはかなりありがたい仕様ですし、しかもね、YouTube で見れるっていうのが地味にありがたいポイントで、 YouTube ってね速度変更機能で簡単にその 0.5 倍速とか 0.75 倍速で遅くねすることができるので、ちょっとここのところ早いなって思った時にスローモーションで動画をね再生することもできるっていうね、これが結構ありがたいんです。ちなみにその基本的なフレーズだけじゃなくて、さっき言った課題曲の模範演奏もこのねスマホで動画で見ることができます。課題曲の演奏動画はそのドラムの音だけじゃなくて、ちゃんとその曲の音源もねついているので、
まあそのどの部分を叩いているのかも非常にわかりやすいですし、その動画に合わせてこう一緒にね、練習するっていうこともできる作りになってます。こちらの教則本にもね、さっき言ったように5曲は課題曲の楽譜がついているんですけれども、その課題曲のその動画とか、あとは音源なんかはないので、まあそういう意味でこっちの方がかなりお得な内容になってるんじゃないかと思います。ということでね、こっちはその DVD に加えてスマホで動画を見ることができるよっていうね、この動画の形式が2つ目の違いでございました。さあ、そして3つ目の違いは値段です。まあ、ここまでね、説明してきたように、こちらの新しい教則本は、この古い教則本に比べて、かなり内容が追加、そして改善されています。なので、当然ね、こちらの方がお値段がするのかと思いきや、なんと、こちらの教則本の方が、こっちより安いんです。やばいでしょ、これ。こっちの大きい方、古い方は税込み1980円。そして、この小さい方、新しい方は税込み1650円ということで、なんと330円もお安くなっているんでございます。いや、これね、最初見た時なんかバグってんのかなというのを思いました。なんかこれ逆にね、この札の値段を見た時に、こっちの方が安いからなんかちゃんとしてないんじゃないのとか、なんかこっちの方が高いから、こっちの教則本の方がなんか新しいんじゃないのとかいう風に、逆にね、逆に勘違いを生んでしまいそうだなと。というふうに思いました。ということで、こちらの方がね、内容追加されているのに値段がお安いというね、この値段が3つ目の違いでございました。はい、ということで、このね、2冊の教則本の3つの違いについてお話しました。まあね、言うまでもないと思いますが、この2冊であれば、断然、こちら、このね、ちっちゃい方、新しい方の DVD で今日から叩ける簡単ドラムニューエディションの方がおすすめでございます。これね、実は Amazon で見ると、こっちの古い方がレビュー26件ついていて、新しい方はレビューが2件しかついていないので、おそらくね、まだみんなこっちの新しい方の存在にね、気づいてないんじゃないかなと思いました。まあこれもね、さっきの値段と同じように、そのレビュー数だけ見ると、なんかこっちの方がちゃんとしてそうってことで、うっかりね、こっち買ってしまいそうになるんですけれども、こっちのね、新しい方が完全にもう上位互換となってますので、ぜひねこの2冊で迷った時はこちらを購入することを私二の前強くお勧めいたします。これね、この新しい方の Amazon のリンク概要欄に貼っておきますので、よければねチェックしてみてください。はい、ということで今日はこちらのね2冊の見た目がめちゃくちゃ似ている教則本の違い、そしてどちらがおすすめなのかについて話しました。ちょっとねここのところ3つ連続で教則本の動画になってしまって申し訳なかったんですけれども、冒頭でも言ったようにね、この2冊絶対迷うだろうなみたいな、これ早めに動画で言っときたいなみたいな風に思ったので、今日はねこの動画になってしまいました。すいません。こんな感じでこのチャンネルではドラム初心者向けの動画たくさん作っておりますので、よければチャンネル登録お願いします。それから私このチャンネルでメンバーシップやっておりまして、一緒に基礎練習ができる教則本のような動画だったり、みんなで一緒にね練習をしながらドラムについて質疑応答もできるオンラインレッスンのような配信だったりと、ドラマーの方の練習のモチベーションアップや効率化につながるコンテンツたくさん用意しておりますので、もし興味がある方は概要欄に説明の動画貼ってありますのでチェックしてみてください。この動画に関する意見感想質問などありましたら、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。それからまじめるところおしゃべりをつまいバイバイ。